ハウザーの記憶はアメリカ合衆国の SF 作家カート、シオドマクによる SF 小説、スパイ小説、マッドサイエンティスト SF の古典でもある。1968年に GP パトナム社よりハードカバー版が出版された。前編にドノバンの脳髄、続編にガブリエルズボディがある。1970年に二重スパイ、 国際暴力作戦を東側に拉致する。パトリックとヒレルは西側のエージェントの力を借りながらチェコスロバキア経由での脱出を試みる。様々な犠牲を払いながら脱出に成功したパトリックとヒレルだがハウザーの記憶に突き動かされたヒレルは姿を消す。ヒレルが姿を現したのはアンドレ・グズマンという男の邸宅だった。グズマンの正体はナチスのゲスラー将軍で 彼こそかつてハウザーに生産な拷問を加えた、超本人だった。ヒレルは、ハウザーとして、彼の頭を拳銃で吹き飛ばして、復讐を果たすが、刺し違えて死亡する。ハウザーの記憶が、永遠に失われたことを残念がる、バシロフ教授にパトリックは、今回は記憶とともに、それに伴う情動まで転移してしまったことが、失敗だった、記憶 RNV に、 特定の酵素を反応させることで純粋に記憶のみを転移させられるのではないか、と、次への展望を語るのだった。ありがとうございます。